こんばんは。こんばんは。ちょっと人が集まるまでお茶濁しながら生きていこう。お茶を濁しながら生きていく。生きていく。好きなことをしながら生きていく。こんばんは。こんばんみ。み。あ、ツイッターでつぶやいとこう。そうっすね。いやー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。というか、まずちょっと今のうちにコメントで音量バランスをリスニングしておこうかな。確かに。どうでしょうか、皆様。こんばんみ。どうでしょうか。いやー、それはめでたい。配信無事に終了して、あ、ちょうどいい、ちょうどいいみたいですね、これね。お、ちょうどよき、よかった。全然一ゲットできてねえんだよな。おや全然一ゲットできてねえんだよな。はて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 、コメント芸が始まる。本人によるおもちゃにするのやめよう。あ、これはリンの配信じゃないから。リンの配信だったらもうおもちゃ一ゲットとかまあ、ファンやめますとか。失望しました。ファンやめます。いやー。お、続々と集まってきておりますね。ありがとうございます。これコメントがあれなんだ、左上で見れるんだ。一応、ただラグあるんで。ああ。うん。まあ、同説で見ながらとか、ね。目安、そう、目安としてって感じ。こんばんは、うん、眠い。眠いんよ。そう。眠い。ほんと眠い。眠いんよ。眠いんよ。俺今日、あの、8時半に起きようと思ったのよ。俺。昨日夜3時ぐらいまでゲームやってて、友達とね。8時半に起きてもう一回やろうって言ってたよ。ゴリ寝坊して10時半に起きて。友達に謝んなさいよ、それちゃんと。すもん、すもんって言って。あのそこもお茶濁して生きた。それは濁すに入るのにやろうか。どうなんすかね。濁せてない。今、濁せてないことが多いけど、俺の場合。うん。10時半に起こした。うん。そうそう。いい。まあいいや。いや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 。配信記念ラジオ、ちょっとリンハイレンの方でもつぶやいとこうか。オッケーっす、オッケーっす。おー、22人もの方が見てらっしゃる。ありがたい、ね、あらあらあら、ありがたいわね。明日平日なのにね。やめろやめろ。明日平日なのに、やめろ。嫌じゃ嫌じゃ。わらわは働きとうない。働きたくない。働きとうない。二人とも声の系統が似てて、どっち喋ってんのか分かんなくない。マジかな。本当っすか。本当っすか。無理やり変えていった。変えていくか。恐怖。いや、なんか似てんのかな。どうなんですかね。でも似てるんだったら俺が、リンが体調を崩したとき俺がラップできるよ。代打でね。代打できる。いやー、不安が残るけどな、一抹の不安が。オートチューンの使い方を覚えないと。そう、当時を真似してもらって。眠れるまでお話ししていきませんかーって。会社員の辛さ。もう、アンズ大量発生して。働きとうない会社員の辛さ。この配信で平日頑張ります。いやー、嬉しいこと言ってくれるじゃないの。そんなことある。自分で言うけど。それ言ったら台無しだろ。やめろ。なんか、
あとついでに美味しいもん食った方がいいです。甘い食った方が美味しいもん食った方がいい。しいもん。そうそう。今日何食べた？リンは。今日なんかその作曲やってる人のお家に行って、なんか挨拶しに行って、挨拶ってかなんかまあちょっといろいろ相談とかみたいな感じになって、そしたらその人がさ、まあすごくて、なんかなんつうの、もう料理がすごいわけよ。ほう。だから低温熟成された生肉、ほぼ生肉出てきて、はいはいはでそれを目の前でバーナーで炙ってくれたんよ。いはい。え、それ家でしょ？そう、家。家ないやばよ。ない？家ないよ。家で低温調理とかしてくれんの？そう、なんか料や理ばがい。趣味らしくて、ああ。でなんかちょうどその話になって、なんかこう今まで作ったもので一番高いの何ですかみたいな話してさ、そしたらなんか、あ、ちょうど先週、昨日、一昨日とかって言ってたかな？に作ったアワビ、黒アワビのアヒージョが一番高かったかな？って ハテナマークがすそごいな。う、俺も、黒アワビのアヒージョ作ったんですか？家で、みたいな。カフェじゃない？カフェっていうか、なんかイタリアンとかフレンチじゃないですか？みたいな言って。アヒージョって何なんだ？イタリアンなの？フレンアチ？ヒージョはあ、オ違う。リーブオイルのやつだよね。あれか、スペインとか。スキレットのやつだよそうそうね。そうそう、鉄鍋でやるやつ。そうそうそう。リンくんの声を可愛くしたらハイレンくんみたいな感じです。可愛かったらしい。かわいい。可愛じさ当ゃあ、たんなかった俺。俺もちょっとかわいいラップするか。いや、可愛いを、可愛いを作っていかなきゃいけないかな。いやいかや。わいいのは作れる。作れますかね。イタリアですかね。もう、イタリアらしい。イタリア料理。うん。甘いもの、毎朝売れなくなっちゃったケーキいただいてます。うわー、最高だわ。ああ、甘いもん好きだもんね。うん。昨日ちょうど、そのゲームやる前にハイレンちゃんとちょっと通話してて、その時に、甘いもんが手元になさすぎて、ベイプのリキッド舐めてたら、めっちゃなんか、おいおいおいみたいな雰囲気になって。あ、クレイジーボーイだよ、本当に。いや、でも目の前にあったからさ、スポイトチュンチュンチュンってベロに垂らしてて。ペロは結構やべえ ぜ。やばまあ、いよね。こっちに入ってなきゃまああれだけど。スペインっすね、多分だって。ちょっとコメント拾ってきますか。タイムラグがやっぱ超低遅延にしなきゃいけないね。反ああ。省反省。なんか気になるコメントあります。なるの。あ、本当だ、結構遅延あるな。ハイレン君ラップできるんですか？いや、今やね、いじじ国民1億総ラッパー時代ですからね。レック環境さえあれば誰でもみたいな雰囲気ない？どうなんですはあ、テレビもね、か？ラジオラもジね。オもね、車もそれほど走ってね、あれもラップみたいなとこあるから、あれクラシックだからね。クラシカルラッあれプ、クラブンシッバック。プの前だから、そう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 。そう、クラシックだよね、クラシック。吉幾三が紀明に影響を与えたのはね、有名な話。よう、俺がノリヤキ。リアル。あれがリアル。あれはリアル、あれがリアル。フェイク。他は全部フェイク。本当に。ハイレン君ダンスもできないけど、俺のコメントとか拾っちゃった。ハイレン君ダンスもできないけど、私の体育の成績は10段階で4です。フェイク。ハンドボール投げ11メートル。ハンドボール投げとかでもなかったな。あ、そうなんだ。うん、でも俺も球技ダメだからさ。俺バスケってさ、なんかほら、なんつうの、シュートのさ、ああ、テストみたいなあって。フリースローみたいなやあ、つ。そう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 、そのテストあって、俺めちゃくちゃ真面目にやってんのに全然入んなくて。そしたらなんか、測ってる先生がブチギレてさ。なんで切れんの、それいやで。だから俺いつもなんかふざけてるキャラだったから、おめえテストの時までふざけてんじゃねえよみたいに言われて、すいません、これはガチですね。 あ、申し訳ないですよ、これガチですね。あの時つらかったね。 4？ なんか気になるコメントあります？ん？ハイレン君スキップできなさそう。
アイレン君スピな、俺のコメント拾うの。アイレン君スキップできなさそう。アイレン君スキップね、超早いよ。スキップ 100m 多分12秒ぐらいでスキップできるよ。スキップ早かったら失敗なんじゃないの。あ、そうなの。わかんないけど、ゆっくりやるもんじゃないのあれって。そうなの。わかんないけど、やってみようかな今。ちょっと45分ぐらいからじゃあ曲の説明しながら聞いていきますか。あと5分ぐらい。あ、なんでナイト縛りにしたのか聞きたい。ナイト縛り40、いや50分にさ、なんか曲、そのじゃあ今回のナイトタイムについてなんかこう質問とかあったら50分まで受け付けるので。うん、いやあれだね、あのツイッターのハッシュタグとかでさ募集すればよかったなって。確かにね、そうだね、今になって思って。うん、確かに。まあ、遅いんですけど、うん、これがねリンハイレンだからね。うん、そう、これがリンハイレンなんだよね。ノープラン。そう。なんでナイト縛りにしたのかというとですね、確かその1曲目のオールナイトが結構早くできてたんよね。うん、そうだね、あの宇宙島でライブ、そうそう、やってて、宇宙島でやったよね。宇宙島でやったやった。うん、あとなんだっけ、なんかあとなんかあったんだよな。何が早かった、ああ、曲のできた順番ってこと。そう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 。なんか2曲ぐらいできてて、な、何、オールナイトと何だったっけ。あ、でもいや、オールナイトだけか。ナイトアフタードームもまあ早かった。あ、そう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 。ハイレンちゃんがトラックもらってたのは早くて、え、多分それでなんかナイトが今2個あるから全部夜のことについての曲にしたいんだよねみたいな話を俺が確かしたんだよね、ハイレンちゃんに。うん、うん、そうね、そうそうそう、そがするわ。そこからなんかこう、まあトラックの雰囲気だったりも決まってったって感じですかね、なんか。うん、そう、世界線の違う夜って感じですごい。そう、なんかこう、なんか俺たちの中では時間帯が違うよねっていう話をしてて、あ、そうそうそ う, そ う, そう、夜の中でもこう刻一刻と時間が経っていく感じがこう今回のそのナイトタイムでなんか表現できたんじゃないかっていう、うん、時系列にね、なってるんで。そう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 、なんかこうだか曲調も徐々にこう明るくなっていくというか、うん、夜明け、ね、うん、あって、そうそうそう。でも結構なんかコンセプトあったから作ってて楽しかったわ。楽しかったんだよね、歌詞とかも、ね、うん、書くときにね。そうそうそう、やっぱ今回フィーチャリングが多かったからすごい、うん、あ、面白い歌詞がと良かった、多かったよね。そうだね、なんかこうやっぱこう俺なんか喋る言葉もみんな違うかようにさ、その歌詞もさ、やっぱ書く人によってやっぱ全然違うから、うん、うん、なんか俺も新鮮だったよね、やっぱそのこう作業していく中で人のね歌詞聞くわけじゃないか、うん、そう、それってなんかすごい、なんかなかなかできないよなと思いながら、うん、そう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 、時間帯分かりみ、時間帯の分かりみがある、ね、いろんな夜を感じた。直接的に表現されてるナイトアフタードームだけですよ。ああ、でもなんかどうなんですかね、結構俺の歌詞も曲によって結構違うかな。うん、うん、結構違うですよ、ね、うん、あのプチリリってサイトがあの全部歌詞上がってるので、ぜひよかったら眺めながら、だからね、うん、話を一曲ずつしていけるといいと思うので。そうそう、エッチな歌詞ありました。あるね、オールナイト、オールナイトとかセクシュアルの、エクスクリピットだっけ、エクスペリシット、ペリシット、エクスペリシット、なんかまあでもナイトトークはエロいってよりはなんかこうちょっとまあ口悪い系の歌詞なんですよね。そう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 。制作期間はどれくらいですか。ちょっと宇宙島がでも本当始まったぐらいだよね。うん、そう、なんか宇宙島でオールナイトあって、そろそろ作りますかみたいな言って、でも実はそこからはそのなんて言ったらいいんですかね、このリンハイレンだけで完結するものに関しては結構早かった。
そうだね。そう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 。あ、11月7日が宇宙島だったから。おぉ。11月ぐらいからか。まあ、そうだね。そうね、台を出したのが10月とかだったから確か。まあだからなんかその、ナイトタイム作りましょうからは、結構、まあ、5ヶ月、4ヶ月、半年ないぐらいじゃない？言うても。はい、うん。まあトータルだとそう。そう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 。あのイラストはリンクだと思う。いや、なんか、そう、あの、だるまカレーさんというですね、素敵なイラストレーターさんにね、うん。でもお願いしたんだよね。そうそうそう。でも、なんか、俺もハイレンちゃんも、こう、何を描いてくださいみたいなのは一切言ってなくて、こう、イメージをね、伝えて、あと曲も聴いてもらったりして、うん。やっぱその、なんだろう、俺もハイレンちゃんもクリエイター寄りだからかわかんないんですけど、あんま指定することなくない？なんか。うん、そうだね。そう、その人の感性をそのまんま出してほしいというか。表現。うん。そうだよね。そうそうそう。なんか自由にやってくださいっていうのが結構多い。なんか曲に関してもそうだよね。なんか、今回。曲に関してもそうだね。まあ、うん、デモは流れるけど、いい感じにみたいな。そう、テーマだけはちゃんと決めるけど、うん、あとはもうやりたい方でやってくださいみたいなことが多くて、今回はでもデモワンコーラスを全部俺が投げたのかな。まあないっすね。まあなんかでも基本的になんか結構ワンコーラスから始まったものが多いかなって感じだよね。うん、うん、そうそうそう。じゃあ45分回ったことですし、オールナイトか行きますか。オールナイトのことからじゃあちょっと喋っていきましょうか。オールナイトとりあえずループで再生した方がいいかな。そうかな。なんか話した後にフルで聞いてもらうっていうのもまあそれでも、うん、それか聞いてから行くか。聞いてから行きますか。じゃあ聞いてからにしようか。さあ、じゃあ1曲目オールナイト聞いていただきましょう。どうぞ。チュイン墓地。Thinking about you.
はい、聞いていただきました。オールナイトです。ありがとうございます。いやー、オールナイト1曲目、いや、いいっすよね、やっぱね。ね、いいっすわ。なんかこうなかなかこうね、言いづらいじゃないですか、自分たちの曲を。いや、これやっぱねみたいな。確かに。だけどこうやっぱフィーチャリングで入ってもらうことによって全然言えるっていう、やっぱね、いいんすよね。うん、そうそうそう、1曲目から結構いいものできたんじゃないかなって。そう、かなり、うん、ですね、とりあえずフィーチャリング、今回のフィーチャリングがどういう系だったんですかとか、フィーチャリングの時はどういう手順で進めていくんですかっていう質問があって、うん、なんかこの曲に関してはもともとハイレンちゃんがジャージを作ってくれてたので、うん、こうね、打ち合わせしていくうちに、やっぱジャージって言ったらみたいなね、ね、レルやろみたいな。いや、レルって皆さんご存知ですかね、どうなんですかね。レルっていうですね、もう本場のね、もうジャージ界隈では知らない人がいない、もうジャージキング、そう、プロデューサーの人がいまして、なんかいい例えないかな。わあ、なんだろうね。え、でも本当に野球でいうイチローぐらいだよね。そうそうそう、そのジャンルを代表する人っていうか、こう、そうね、なんかジャージクラブって言ったらとりあえずレルを聞いとけみたいな、もう本当そのぐらいのアーティスト、本格的なアーティストで、だからもうなんか必然的に、ね、まあ、あのハエレンちゃんがコネクションあったっていうのもあるけど、なんか、うん、そうそうそう、本当にもろもろ含め必然的にレルじゃねえみたいな。そう、間違いない、ジャージーだったらこの人でしょみたいな、ね、そうそうそう、本当その感じっすね、うん、そう、あの来日してた時があって、何のイベントだっけ、バウンスアップっていう、バウンサー、そう、うん、バウンサー、そうっすね、あのグラッドで来日してたイベントがあって、うんうんうん、その時に、まあ、どういうつながりなのかな、何て説明すればいいのかな、僕の共通の友人のリミックスを、同じレーベルにいる共通の友人のリミックスをレルがやっていて、それ経由で挨拶してファンですみたいな話をして、うんうんうん、ツイッター交換して、でそしたらその半年後ぐらいかな、うんうん、に僕があの某イベントに呼ばれまして、まあたまたま用事でロスに行ったことがあって、そのロスでたまたま一緒だったあったんですよね、うんうんうん、それでしたら覚えててくれたのかな、いい人、そういえばつって、でそこでちょっとなんか面白いことやりたいっすなっていう、うんうんうん、日本帰ったらコンタクトするねって話したら通ったみたいな経緯があります、ね、いやー、だからでもまあ本当になんかその客演っていうかフィーチャリングに関しては結構いろんな奇跡的に奇跡重なりを完成みたいな感じ、ほぼ全部そんな感じよね。今回本当噛み合ったね、うん、完璧に、そう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 、だからな、結構この曲に関してはそんな感じですかね。ですね。うん。まだ明るめの夜ですね。そうですね。なんかこう始まり。何時ぐらい？いやもう俺これもう12時とかさ。あ、夜のちょうど、ちょうど日付変わったあたりとかさ。はい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 。そう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 。これからみたいな。うん。うん。ちょっと
終電で出かけようかなじゃないけど、そう車動かしてつって車乗るかみたいな、そう夜の街に出かけますかみたいなテンション感の行くかって感じよね。そう、まあ、金曜だよね。そうだね、最低ない明日何にもないよねみたいな、そうちょっと夜の街に駆け出すかみたいな感じの時だね、爽やかな疾走、なかなかにエッチーのに爽やかな疾走感がある。そうだね、トラックはやっぱジャージーの、ね、ビートがあって、やっぱちょっと歌詞の方触れていきますか。そうっすね、まあサクッと。朝がまるで来ないみたいだ。そうだね、やっぱね、これね、あのねなんかまたちょっと違うんですけど、やっぱこう夜遊んでて疲れてきてもやっぱね、12時はまだね、いやまだまだ全然遊べるよねっていうテンション感があるじゃないですか、やっぱ。そう週末だしね。そうだからやっぱこう感情的にもね、まだこう元気というか、この夜はこれからっていう感じがね。そうだね、これ結構コンプラ単語入ってますね、これ、ま、全然もう言ってますよね。言ってるんだけど、やっぱジャージーっていうジャンルが結構、あ、そうだね、そうセクシーなジャンルだから、セクシーな、そうなんかね、機会あったらね、ほらあの女性が踊ってるジャージーのダンスとかも見てみたらいいと思います。そうだね、ジャージーとかピンポアって呼ばれるね。そうニュージャージー、ジャージークラブっていうぐらいだから、そのニュージャージーで生まれた音楽、そうニュージャージーのクラブシーンでこう生まれてきたというね、経緯があって、だから本当になんて言ったらいいんだろうね、なんかそのダンス直結だよね、こういうジャンルって。そうダンス、だからなんかそういうのを見るとまたそうジャージークラブの理解というか、こうあだからそういう感じなんだっていうのもこう分かっていただけるんではないかなと思います。そうレルのトラックとか聞いてみるとね、もうあこういう音楽があるんだ、そう結構伏せ字がねたくさんあるこの曲は伏せ字がたくさん、結構あとスラングみたいな、そうだね、そうなんかこの単語は何なんでしょうかっていうのを調べてみたら、それはそれで面白いかもしれないですけど、まああのピュアな人はやんないでくださいまあラッパーなのでね、そうだよね、そう我々はね、でもなんかこうその、ね、ニュージャージーで生まれた空気をまた日本語にしてこう持ってこれたんじゃないかなって思うよね。ね、日本なりなんか、そう表現し直したというか。さあ、それではじゃあ2曲目聞いてみますか。じゃあ2曲目聞いてみましょう。2曲目はですね、あの曲ですよ。最高の乗れる曲です。それでは、聞いていただきましょう。リンハイレンでブライトナイトフィーチャリング高坂、モンスターズメイドですね。
ガラスの靴は何？夜のマニマニア記憶曖昧その合間に残滓一つ隠し紙で隠し恥ずかしいならばそうまぶた閉ざしてまだ手立てたいこのプライドなない悪さしたって許されそうな雰囲気夜更かしにドキドキした頃を思い出す日付をまたいだ見たく境界越え はい、ありがとうございます。ていうか、これさ、俺さ、全然自分でノリノリでさ、鼻歌とか歌ってたらさ、ミキサーの方もミュートしてなくてさ、全然入ってたの、めっちゃ恥ずかしいんだけど。ガンガン入ってたね。めっちゃ恥ずかしかったよ。それに気づくのは。ミュートって言ったじゃん、だから俺。危ねえと思って。いや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 。そうなんですよね。まあ、おもろ。いやてかもう普通にいやもうこの感じの通りマジで普通に聞いててノリノリっていう、ね、自分で聞いてて乗れる最高の曲だよね、うん、鼻歌キャッチありがたいですいやいやいやじゃあ俺もクソ雑に歌うか歌うあブライナイあのピッチ落としたやつ汚した汚したボーカルやばいあ殺される殺されるやばいやばいそうわけで、ね、そうそう、はい、ブライトナイト、ブライトナイトもね、ハイレンちゃんにデモというか、うん、スケッチもらってて、そうだね、申請だけ渡した気がする。そうそうそう。で、まあ、構成とか、ちょっと作って、ちょっと足して、みたいな。うん。すみません、まあ、これは、なんかこう、曲もね、なんかこう、なんだろう、日本の人が好きなんじゃないかなって思うような。まあ、いわゆるね、ちょっとタイムラインでも話題になった、ムンベですよ、ムンベ。ムンベっすよ。ムンベ。でもムンベっていう人いないらしいね。ね、あの、ドラベースっていうの。ドラベースあれやん。ドラえもんのやつ。ドラえもんのやつ。まあ、ドラムンベースっていうジャンルがありまして。うんうんうん。ズターンズターンってなんかちょっと速くて乗れる、ね、そう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 ね、ノリがいいドラあのビートというか、まあ DJ たちではね略してドラベスって言うんですけど、ムンベおじさんしか言ってない説あるらしいね。ムンベはねマジねドラゴボみたいな感じらしい。なるほどね。その略し方聞いたことないけどみたいな。ドラゴボみたいな感じらしい。これそうそうそうなんか。こう兄貴高坂兄貴高坂兄貴が高坂さんと歌詞のテーマを打ち合わせしたんですよ。したね、そういえば。そう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 。で、これ実際俺も
まだその歌詞に着手してなくて、でこうなんだろう、高坂さんと打ち合わせしてした中で、うん、高坂さんがこうなんかこう都会の夜っぽい雰囲気ありますねって言ってくれて、トラック聴いて、うん、でなんか本当にそれこそ俺そのまんま使っちゃったんだけど、高坂さんがこう表参道の夜とかって言ってくれてて、うん、ああなるほどみたいな、ちょっとねイルミネーションとかがあったりして、そうだからなんかこれなんつったらいいんだろう、時間帯のあの変遷も曲順であるんですけど、なんか季節とかもちょっとねそれぞれ違う感じあるよね、なんかこう、うん、そうだね、ブライトナイトは確実に冬というか、冬だね、うん、間違いない、なんかこうちょっと寒いような雰囲気があって、イルミネーション、イルミネーションがやっぱ俺もイメージしたし、うん、うんうんうん、そうだね、なんかこう時間帯とあとな、まあ、なんかこれだからそれぞれ多分合う季節がそれぞれ曲によってあると思うんで、なんかこうそのシーン時々で聴いていただけると嬉しいですね、うん、なんかぜひぜひ、そう高坂さんのラップですよ、もう、ね、イケボね、最高高速ラップ、なんかね、もうなんかちゃうんよね、俺と違うんよもう、うん、確実に違くて、だからこそこうシナジーがあったというか、うんうんうん、そうだよね、そうなんか言ったらあれだけど、なんか高坂さんはもう本当に万人がかっこいいと思うようなラップをしてくれたよね、うん、マジで、そう本当に、うん、やっぱまあそうだとリンが分かりづらいみたいになっちゃうけど、でもなんかこう、まあそうね、自覚としてやっぱあるからね、こう人を選ぶんだろうなっていうのは、そうリリックの感じとかもあるし、だからこそなんかこう、まあ、ちょっとね、あの憧れる面もあるし、うん、そう自分にないものっていうところでやっぱり、まあ、聞いててやっぱ楽しいよね、自分たちの曲だけど聞いてて楽しいっていうか、うん、うん、そう全然違うからいいよねやっぱ、そうだね、うん、俺ねどこの歌詞だっけな、めっちゃ好きな歌詞があったんだよな、夜更かしにドキドキした頃思い出す、めっちゃ好き、うん、最高だよね、こう世界観がやっぱねすごいあるんだよね、そうあとなんかやっぱあのなんだろう、あの皆さんはそのご存知かどうかまだわからないんですけど、高坂さんってその VTuber として活動していらっしゃって、うんうんうん、でやっぱトークの調子右肩上がり画面越しっていう、画面越しってみたいな、もうその高坂さんのその立ち位置を明確にした歌詞というか、うんうんうん、いやだからなんかもうすごいなと思って、これを初めてもらった時に、すごいよね世界の出方、うんうん、いやもう逆に言うとその VTuber として活動してる高坂さんだからこそ歌えるリリックっていうか、うん、ね、そうだよ、そう俺だって俺が画面越しって言ったら、いやあったらいいやんって言われるよなって、俺会いに行けやみたいな、CD 買って特典会行けばって会いに行けよマジになっちゃうからね、そうだよね、そうなんかそこもね、なんかこうすごいなって思いましたね、歌詞はフィーチャリングだからこそ聴けた曲だなと思います、うんうん、うん、そうね、なんかライブとかでもうまくあれだよね、映像じゃないけどさね、合わせてやりたいよね、うん、誰かすごい技術屋さん、VJ の技術屋さんお待ちしております。技術屋さん。YouTuber のライブに詳しい方お待ちしております。ねえ、だからやっぱ、こう、ならではの雰囲気出たんじゃないかなと思いますね。うん。うん、さあ、3曲目いきますか、じゃあ。いきましょう。いきますか。ですね、3曲目はバツくんの、そうだね、リン&ハイレンでね、フォーリンナイトフィーチャリングバツ聞いていただきましょう、どうぞ。
どうぞ。はい、聴いていただきました。フォーリンナイトですね。いやー、いいわ。なんかこう、はいはい、なんすかね、これはね、なんか、まあ、バツくんがめちゃめちゃいい仕事をしてくれたというか、いやー、やっぱツーステップガラージの日本人で作れるっつったらやっぱバツやんだね。本当に、うん、もうなんかそれこそなんか未だにすごい
なんかバツくんとできたんだみたいな。うん、まあこれもね、さまさまっすけどね、アイレンちゃんは。バツヤンはね、もともと同い年っていうのもあったり、うん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 、結構クラブで会うことがあって、共通の友人とかも結構いて、うんうんうん、でもあれだよね、俺らがクラブ行き始めた頃っていうかさ、うん、まあ、こうバツヤンなんてマルチネから出してるわ、そうそうそう、トレッキーから出てるわ、もう憧れ一個上の人だったよね、うんうん、まあてか未だに俺はそうだけどね、なんか、うん、うん、なんかなんつったらいいんだろう、本当にそれこそなんだろうな、その即売会で買ったコンビとかに入ってて、毎回バツくんの曲はめちゃめちゃ好きで、うん、だからこれもね、なんか特別なね気持ちはありますよ、この曲も。やっぱりすごい縁が、うん、やっぱり憧れてた人を呼べたっていうのはあるよね。そう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 、しかもなんかね、あの俺が作りかけてたようなトラック投げてねそう、これ元はスケッチはリンが最初にくれて、そう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 、ガラージ2ステップをやりたいっていう話だったの最初はね。でもなんかこう打ち合わせしたり、こう投げて投げて繰り返すうちに、こう、うん、こっちの方がいいんじゃねっていう案がこうハイレンちゃんから出て、そう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 、で聞いたらね、やっぱめちゃくちゃよかったっていう。まあなんかこうすごく専門的なじゃんですけど、 BPM 落としてこうちょっとね散るっていうか、こう、うん、なんかそのうちらのクラブの文化っていうか、うんうんうん、いわゆるそうだな、わかりやすいとこだと、そのシロップとか、うん、シンスキューラさんとか、うん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 、あの辺のとか、トーフビーツさんとか、うん、あの辺のいわゆるポップスディスコとか、うん、テンポが110ぐらいのちょっとミッドテンポな、うんうんうん、曲をちょっとガラージっていう、まあ、ハウスの発展したビートを足してクラブでかけれるようにするみたいな、うんうんうん、そういうのを作る文化があって、うんうん、それってなんかね、俺たちその文化ガラージとかそういうなんて言うんだろうね、ジャンルが発展してきたみたいなのがあるんですよ、うんうん、でだとしたらその文化になぞった方がうまくいくんじゃねって言って、うん、あえてそのガラージで最初ある程度ワンコーラスぐらい作ったのを落としてディスコとかのサウンドに持ってったんだよね、うんうんうん、確かに。そう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 、そこでいざ作ってみたらすごいなんて言うんだろう、ね、いい塩梅の、そうハマったよね、なんかハマったよね。でまあこれなんか本当にそのバツくんのトラック側のアレンジというか、うん、こうね、それもすごいなんて言うの、こうもう、あ分かってるみたいな、そうそうそう、あの美味しいところをすごい、そうそうそう、それそれって、ね、やっぱり、そうそうそう、このエレピ、このエレピがいいんだよねみたいなね、そう、もうだから全部がこうドンピシャハマってできたみたいな、うん、ね曲で。なんだろう、そのやっぱりバツくんが参加してくれるってことで、やっぱ、まあ、惜しくもなくなってしまいましたけど、こうね、ラウンジネオだったり、うん、グラッドだったり、それこそね、うん、とかのやっぱ雰囲気がうまいこと出たんじゃないかなっていうね、うん、やっぱ本当はね、あ、ごめんなさい、心がねあるからね、そこに俺たちはね、え、そうね、そう、俺たちはそこで育ったみたいなとこもあるね、そう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 、そう、元はもっと BPM 早めだったんですね、早かったよね、140?135 とか、うん、だったのを、いかないぐらいか、そう、これ110だったっけ、そうだね、110とか、ね、110とか、うん、したよね、確か、そう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 、そうなんですよ、アナログシンセとかもいっぱい使ってね、うん、ちょっと90年代っぽい音とかも入れて、そう、なんかあのね、聞いた時にバツくんがこれなんか泥臭い感じのビートもが合うんじゃないですかみたいなのとかもねあったりして、こうちょっと、ね、昔のサウンドを狙って、うんうんうん、なんかちょっとまあ前の2曲トラック1トラック2から比べるとあったかいっていうか、うん、ね、なんかちょっと
こうローファイまでいかないけどね、ちょっとあったかめの音というか落ち着いて、うんうんうん、クラブついて踊れるみたいな。そう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 、オールナイトでその外出て出かけ、街出かけて、ブライナイトで結構なんて言うんだろう、電車乗るじゃないけど車走らせるみたいな、うんね、なんかこうスピード感あるね、スピード感あるのでついて、でちょっとなんかクラブついたゆったりラウンジでお酒飲んでるとか、うん、バーとかで飲んでる雰囲気だよね、うん、俺は勝手にそう思ってるんだけど、そう、そんな感じですよ。だから本当になんかちょっとこうゆったり踊れるというかね、うんうん、そう。で歌詞に関してはこうもうなんかこうとにかく俺がこうね、そこ今回一緒にお仕事して思ったのが、もうバツくんがとにかく真面目で、真面目だね本当に、真面目だ、本当にこれは見習わなきゃなっていうぐらい真面目で、そうだね、スケジュール全部守ってくれて、で守ったし、リリックもね、実はバツくんがフルコーラス書いてくれてたんですよ。そうだよね、そう。でせっかくだったらバツくんの歌詞を組んで書いてみたいなと思って、それをこう打診したところ、よろしくお願いしますと、うん、いいんですかと思って、俺は逆に。これもね、歌詞に関してもすごいなんかこう思い入れありますよね、うんうん、すごい。バツヤンはね、すごい直球な歌詞を書いて、そう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 、だから逆に結構ひねった、これはなんかリズムとかも、うん、こうまあベースがゆつしなのもあるからね、ちょっとこう跳ねた、ね、2番のね、そうバースに入ったところとかもね、ちょっと聞いてもらえると楽しいんじゃないかなと思います、ね、ここすごい好き、うん、あそこはなんかクリティカルが出たなって思ってる自分でも、うん、さあここをね、あ次行きましょう。あいいですよ、いいですか、その2番のバツヤンのところ、うん、当たり前もいつか変わる、だけど忘れたくない、求め集め手に入れたものはかけがえのないもの、もう俺らじゃん、そう、刺さりなんだよね、刺さり、そう、もう何を歌ってるかちょっと分かって、分かる人はすぐ分かるよね、うん、うん、そう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 、そう、当たり前のものも変わっていくんだよね、そうだし、なんかやっぱね、あの、うん、それこそ一番のバツくんのとこもそうだけど、やっぱこう、うん、どちらかというとね、こう大っぴらにみんなが聴いてるようなそのジャンルっていうか文化、うん、ではないかった、そうシーンでしたね、やっぱ、うん、そう、そういうのもあったりするんで、そういう背景とかも想像しながら歌詞聴いてもらえると、なんかもっとこう深くハマれるんじゃないかな、うん、ぜひこれは歌詞見てね、うん、聴いてほしい。まあ、全部そうだけど、特にこれは歌詞聞いてほしい。そうだね、うん、さあ、それではじゃあ、はい、次行きましょう。トラックナンバー4いきますか。はいはい、それではね、ナイトトーク、あ、これいい、センシティブワードだ、ナイトトーク、んー、ユアセルフ、んー、ユアセルフフィーチャリングね、ビットフロムイシンということで、聞いていただきましょう、どうぞ。
back yourself. Night out, night out, tonight. Yeah, yeah, yeah. I got your kind of song down at night. Again, every cycle. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Cool, it's you. Reach out, I want you. Cool, catch it, image, you blur. I want to be my jitter, no shit, mama. First, you say, so what I got made it, time to go to Shimamura. はい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 、はい、いやーすごい曲だよねこれ。そうだね、なんかこれはマジでやりたい放題よね。もう本当にこれはもう俺の一存みたいな、俺が泥臭いロックやりたいみたいなね。でもこう俺来たの聞いた時に、おーいいいじゃないかっていう。そう、いやなんか前回のリンハイレンのアルバムの時とかって結構まあトラップって言われる、いわゆるラップって感じだったじゃないですか、うんうんうん、それに対してね、なんかいろいろなんかリンハイレンはいろいろできるんだぞっていうのを見せたいなっていう、うんうんうん、なんかとらわれたくない、うん、なって思って。そうまあそう、ぶっちゃけるとなんか今のやっぱシーンってそういうありが、なんて言うんだろうな、まあトラップって呼ばれるジャンルなんですけど、うん、それがとても多いんですよね。多いっすよね。ね、まあとりあえずトラップやっとけばと、オートチューンっていうのをつけとけばみたいな感じはあって、だからこそなんかこういうね、あえてまあラップだけのユニットじゃないんだぞっていう、うん、見せつけたくて作った曲ですね。いやだ楽しかったね、なんか楽しかったね。そうだから俺なんかこれを作ってる時期にツイッターかなんかでつぶやいてたんですけど、マジでこのディストーションかけて歌うのが楽しすぎて、そうあの音を割ってね、そう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 、歪ませて、なんて言ったらいいんだろう、なんか誰でもロックスターになれるっていうか、うんうん、なんだろう、だからなんか結構その歌苦手なんですって人もなんかそういうね場があればね、絶対試したらね人変わると思うわマジで。これは楽しいもん、ね、革ジャン、そう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 、革靴じゃない、革ジャンブーツに、そうブーツとかあれね、ラバーソールの厚底とか履いてね、うん、そう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 、これなんかこう、うん、時間的にはさ、うん、こう俺の解釈的にはこうね、うん、飲んでて夜ね、はいはい、で友達と合流してだべってるっていうね。ああそうね、そうもう友達と合流して文句を言いまくるっていう、うん、マジでさあいつさ、そう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 、だからねなんかこれも歌詞をね見てもらえるとわかると思うんですけど、なんかねもう俺もびっちゃんも言いたい放題なんだよね、うん、しかもなんかなんだろう、も、うん、文句しか言ってないわね、だってそう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 ね、これは本当に歌詞を見るとすごいねいいんだよね。そうあの俺のなんか陰キャの文句みたいの来て、でびっちゃんのあのびっちゃんはすごいやっぱぶっ飛んだ歌詞を笑かしてくれるよね、うん、いや特にね最後のところとかねすごい明るすごい二枚舌のシマウマとさ、シマウマとシマムラで息を踏むやつ初めて見たで、ファッションセンス高めるためにシマムラ行ってるのもすごい、ね、受けるよなマジで、すげえいいんだよな。そうそうそう、でもなんかやっぱびっちゃんこういつもねゲームで遊んだりとか飯食ったりとかするからさ、うん、なんか俺これ結構さ皮肉っぽい歌詞なんだけど、やっぱ俺なりの皮肉だから分かりづらいかなって思ったんだけど、うん、びっちゃんはもうあこれ皮肉の曲なんだなって全部拾ってくれたから、ハイオツだよ、ハイオツ、自分ラブハイオツ、うん、おお
コメントいっぱい来てますね。ゴリで好きです。島村島村ってみんなで言いたいですね。島村アイクマみたいな。で終わるんだよ、しかもこれ、ね、曲終わるからね。バンドサウンド、これは生バンドで聞きたい。ライブハイレンさんのギター楽しみすぎる。ギターかっこいい。そうなんですよ、これギターもベースも全部弾いてるんですよ。これ生なんですよね、これね。生ギター、生ベース、やっぱね、こうギターベースドラム、あとシラスは生がいいってよく言うから、やっぱ。なるほどね、うん、シラスね、うん、江ノ島のやつとか美味しい。そう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 。よくだ、はい、ボケがくだらねえんだよな、はい、うん、よくないよ。全然よくないと思う。島村来てラバソン入ってる。これ島村だよ、それ。ギャグセンス高めるために。いやでもなんかいいよね、これ。なんか楽しい、マジで。なんか楽しい、本当にこの曲は。うん、あとコンパクトにまとまってるから聞きやすい。そうだね。そう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 。シンプルに。あれがいい感じですよね。ドライブ。うん、あ、ドライブとかいい。めっちゃ今日みたいな晴れた日とか最高だと思う。うん、オープンカーだよね。オープンカー。うん、そう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 。マジカリフォルニアっていう感じあるから本当に。これもそうだな。バンドでやりたいけど、ベースドラムでもバンドセットでやりたいね。だから3人に分裂して。そうね、俺が分裂すればいいのか。ちょっと修行とかは。できたらもうそれで食ってった方がいいと。うん。いやーでもなんか、これなんか緩和9代って感じで、ね、このアルバムの中でさ、ちょっと、こう雰囲気変えてくれる曲って。そうね。そう。すごい、あの、オーバーチャーじゃなくて、なんて言うんだっけ、こういうの。なんつうのこれ。間に挟まるやつね。うん。間にあるよね。うん。それも意識してちょっと短めに作っててね。なんか言ったらこう清涼剤というかさ、うん、お口直し。そう、この夜、すごく夜の中でここだけこうなんかつ、あの結構なんつったらいいんだろう、綺麗な夜をいっぱい作ってきてると思うんですけど、このナイトタイムの中で、うん、ナイトトークだけマジ居酒屋の夜だもんね、マジで。居酒屋っていうか、俺のイメージだとモーテルだね。モーテル。クソ安モーテル。なんかこう、まあ、もうフォーリンナイトもなんかお酒ありな夜なんだけど、ナイトトークのお酒はマジで友達と飲んでる酒って感じがする。あ、もうテキーラだね。うん。行こうぜっていう感じのね。ジャックダニエル。そうそうそう、うん。なんでね、なんかこれ、ナイトトーク、いいっすね。なんか唯一異色というか。異色で、うん、はい、じゃあ行きますか。5曲目問題作、問題作、ある意味問題作。じゃあ聞いていきますか。はい、行きましょう。はい、5曲目ナイトレイ聞いていきましょう。どうぞ。終わらない夏の I'm not afraid of the dark.
はい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 。いやこれ逆にあのナイトトークの逆で、俺がやりたいくてで、こうハイレンちゃんにこういじってくれっつって、うん、そうだね。それをとんでもないキラーパスで返した。そうそうそう、すごかったよ。あの逆方向へのボレーシュートみたいなのでゴールに決めてきた。そうだね、もうオウンゴールとかの次元じゃない。レベルじゃない、あの、うん、ネット突き破って地球一周してもう一回来るみたいな。あ、そうだね。いや、まあなんかこうよかった、いいんよね。あの、なんだろう、これはあのそのトラック作ってて、もともとでハイレンちゃんに投げて、うん、でその今ケツにくっついてるドロップが来て、でそれで2番の展開作ってって感じなんですけど、その時はこの曲の歌詞のテーマにしようって全く思ってなくて、うん、そう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 、だけどあれが来た時に、あー、もうこれだなと思って、これだなっていうか、まあ歌詞の話後でするんですけど、うん、そうそうそう、だからこれもなんか、なんだろうね、すごい異色よね。なんか異色中の異色だね、これは。これだって、なんかこう、これを日本の言語で、で日本のストアで出してるやついないんじゃねえかなっていう。いやー、もうあれだね、あの商業じゃないけど、ね、仕事だったら一発 NG だ、ね、そう、一発アウト。あ、バカにしてんのって言われて終わりだね。そうそうそう、ふざけてんのって言って、やる気あんのって言われちゃうけど。そうそうそう、なんかあのさっきのナイトトークで、あのボーカルのプロセッシングでこうディストーションかけたみたいなのあるじゃないですか。これはこれで、うん、またちょっと違う方向でボーカルのプロセッシング凝ってて、うん、そうそうそう、なんかこうやっぱ雰囲気重視の曲なんで、こういろいろ細かいことしてて、それがまあ結果的に良かったんかなと思いながらね。うん、これがなんか唯一、この曲がなんだろう、なんつったらいいんだろう、内向的な曲というか。ああ、そうそうそう、一応相手は歌の中に出てくるんだけども、そのなんつったらいいんだろう、街に出るとかじゃないんだよね、この、うん、これこの曲に関しては。これはそうだね、うん、深夜3時に、深夜3時半ぐらいにちょっとあれだよね、自分と向き合ってる。そうそうそう、外でちょっと一人出てくる、出てちょっと出るわっつって、そう出てから外で黄昏れてる感じよね。うん、うん、いやこれ歌詞あれだよね、本当になんか凛っぽい。ああ、すごい、一番凛っぽいなって思って。なんかこれについ、歌詞に関してはあの多くを語らないんですけど、とにかくエヴァンゲリオン、急激もしくはアニメを見てください。6話ね。アニメ6話を見て、アニメ6話を5回ぐらい見た後に急激見て。オタクがよ。まあ言っちゃうと、言っちゃうとね、あのまあ6話がヤシマ作戦っていうののストーリーなんよね。うん、そう、ヤシマ作戦ってさ、もう言っちゃうと、その綾波レイとなんか仲良くなるとか、距離がね急に縮むストーリーなのよ、あそこって、うん、なんかちょっと天気起承転結の、まあ位置的にはまだショーなんだけど、結構テンっぽい感じというかね、か人間関係的には。あの有名なシーンも6話だっけ、それ。そう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 、あの電気日本中から回すってやつなんだけど、そう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 、だからなんかこう、なんだろう、あのどこだろう どこだっけな。まあなんか最初から終わらない夏とかもね、あのエヴァってもう地軸が傾いててずっと夏なんですよ、日本。うん、そうそうそう、だから終わらない夏だったりとかね。そうそうそう、そうね、そうそうそう。あとなんかまあそのヤシマ作戦に、作戦実行前にこう綾波がね、こうお別れを言うんですよね、シンジ君に。うん、そう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 、だからこう2番のバースでね、こうさよならなんて言わないでよみたいなやつとかね、うん、そう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 、何人目とかもそういうことなんですよ、何人目とかもそういうこと。いやもう語り始めたら止まらなくなっちゃうから、止まんないね、これやばいよ、止まらなくなっちゃうから、ちょっとここら辺にしといて、うん、あのぜひそういうところをこう気にしながら聞いていただけると
嬉しいです。なるよね、うん。さあ、6曲目いきますか、じゃあ。行きましょう。いきましょう。6曲目、ナイトアフタードン、聴いてください。どうぞ。はい、いやーこれもねいいよね、いいわ、うん、いやー俺もこれね制作話がまだリンと話してなかったんだけど、俺の中で
あのこれはあれなんですよ、朝の4時の4時半ぐらいのあの新木場アゲハなんですよ。なるほどね。なるほどね。アゲハ行ったことあるかな皆さん。アゲハはなんかあのコーストで一回そのほらマッドキットの方でさライブやって来たことある人はいると思うんだよね。スタジオコーストっていう東京の新木場にライブハウス兼クラブがあって、うんうんうん、昼がライブハウスで夜がクラブなところがあるんですけど、うん、新木場ってまあ陸のこと、なんて言えばいいんだろう。そう、わかる。あの、埋め立て地なんよね。埋め立て地。あ、そう、埋め立て地。そうそう、海、周りが海なんですよ。で、まあ、でかいクラブで、ちょうど、うん、あの、ウォーターフロアとかもあって、うん、あの、外、野外で真ん中にプールがあって、うん、みたいなフロアがあるんですけど、うんうんうん、まあ、そこで結局、夏とか行くと、あの、ちょうど日が、4時半ぐらいって上がってくるんですよ。そうだよね。なんか川面してるもんね。川っつうかさ、そうそう、運河みたいな。海みたい、うん、海かなあれも。ほぼ海だよね、あれね。海。そう。で、海の音が聞こえて、なんかちょっと日が上がってきて、うん、なんかゆっくりした音楽も聞けて、うんうんうん、みたいなイメージが、これ聞けたらいいなっていうので、イメージが湧いてきて。うんうんうん、そう、確か。いやー、いいっすよ。アイディアってバッてできて、リンに投げた曲ですね。これが唯一あれじゃない？もうしっかりドロップっていうかさ、うん、なんかザ・ドロップっていう。もうクラブミュージック。うんうんうん。入れないプールですね。そう。そうそうそう。入れない。いつも、あの、そう、飛び込んでる外人とかがいる。そう、プールに入ると、アゲハに入れなくなっちゃう。あ、そうそうそう。ややこしいプールなんよね、あれね。あれはオシャープール、オシャープールだ。そう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 。いやー、でもなんか本当に徐々にこう朝に向かっていってる感じ出てるよね、やっぱね。なんかちょっと日出てくるかなぐらいの、うんうんうん、結構なんか好きだな、これ。歌的には一番好きで、うん、歌のメロと自分のあれ的には、ね、好きなんだよね、すごい。これがすごいね、コーラス取ったんよ、俺確か。あ、そうだね。そう。コーラス取って、俺もコーラス作ったもんね、さ。うん、そう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 。オーダーかけて。ちょうど今この後ろで流れてるあたりなんだけど。そうそうそう。で、あとここら辺は、なんか気づいたら楽しいことが一個あるんですけど、まああんま言わないでおきます、これは。あ、そうね。そうそうそう。でもこれ気づいたら楽しいんじゃないかな。これ、そうね。俺は最初ね、びっくりした。めちゃめちゃびっくりした。入るじゃん。あれ、これって、これって。いや、マジか。そうそうそう、これね、ぜひ分かった方はあのなんかライブとかで話しかけてくれると、うん、ね、オンラインで教えてくれると。薄ぐらい海辺のイメージありました。あ、やっぱね、なんかそのあるよね、海、水、そう、水辺って感じかな。なんかでもこれはね、やっぱいいよ、俺一番好き、一番好きなんだけど、なんかラストのドロップはやっぱあの俺の友達がなんか音割れそうだけど大丈夫って言ってて、いやこういうもんだからって言って、そうそうそう、なそうね、そう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 、後半ちょっと情緒不安定になってるけど、こういうジャンルだから、そういうジャンル、そうそうそう、うん、フレーズかなり耳に残ります。わあ、ありがとうございます、うん、多分気づきました。あら、おおー、なんかこう言わないね、言わない、そう、あのこっそりこっそり話してあげて、友達とかに。そうそうね。さあ、じゃあラストの曲、ちょうど12時前だから、はい、ね、これでラストですよ。聞きますか。聞きましょう、最後。さあ、じゃあ、フューミニッツね、ナイトフォールリミックスフィーチャリングジンベウサギさんです、どうぞ。
界。咳をしても一人もうゴリゴリ後悔の後にまたしょんぼり惨め極まりない気持ち。俺はアイロニー気取りのヘラ、何かしなければそう思うだけで終わる一日。生きることに必死、悪い夢見た気がしたんだ。ほとんど覚えてないけどさ、自分の過去のことなんか忘れたつもりでいたけどさ、でもさ、トラウマ消せるならいくらでも出すわ。病気正気境目で待ってるよ、まあ ウェイ。はい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 、やっぱジメサギさんいい声だな。いやーもう最強、強すぎるわ。最強、マジで呼んでよかったねえ。うん、朝になったな、フィーミニッツで完全にな。そう、うん、そうなんですよ。そう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 、朝を迎えた、朝だね、完全にもう日出てきたとこ、ね、もう早朝だね、うん、ナイトっていうよりは、うん、だからナイトついてないっていうのも、そうそうそう、これはね、もう一回リリースした曲ではあるけど、うん、そう、この曲だけないのは、まあ、夜が明けたっていう意味もあるかなって。でもなんかあの、そうそう、あのさっきさ冒頭ですごいなんか耳いい人いたんよ。お、なんかそう、フィーミニッツ音リッチになってますかっていう人がいて、お、そう、よかったよ、ハイレンちゃんの仕事が。すごいあれですね。そう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 、いろいろ音も足してるし、うん、そうなんで、実はギターもそう足したし、そうだよね。あとパー、あのなんつうの、あれパーカスなの、あれって。ああ、そうだね、あの裏で鳴ってる。そうそう、裏で鳴ってる。そう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 、うん、前までのフィーミニッツはもっと夜っぽかったけど、これは弱くかな。そう、おお、おお、成功した、よかった。出てますね、うん、そうなんだ。なんかね、これあの歌のデータ、まあ、実は俺触ってんよ、これ、うん、あー、そうなんだ。そうそうそう、ちょっとね、これシンセ増えたじゃん。そうだね、足した足した足した。だからちょっとこういろんなね、エフェクトのかかり具合とかちょっといじったりして、うん、そう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 。いやでもなんかいいよね、これなんか丸く締まってる感じがして、ちゃんとこう、うん、オチがついたというか。そうだよね、うん、本当に夜が一晩明けた感があって、そう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 、これもすごい好き。でやっぱジメサギさんのね、このリリックがね、俺がマジでやべえってなったのが、うん、あの君を見つけた気がしたんだに対して、うん、あの悪い夢見た気がしたんだっていう意味、もうすごいなって思って、とあと刺さったのがやっぱトラウマ消せるならいくらでも出すわだよね。そうだ、結局やっぱね消せないからね、やっぱそういうのってね、やっぱね、そう、そういうのってなんかそういう、なんて言うんだろう、トラウマを持ってる人間をの弱みを知ってる人じゃないと書けない歌詞だろう、うんうんうん、すごいなんかあるよね、みんなトラウマ、そうね、そうそうそう、だからこそなんか刺さると思うよね、うん、みんなにね、こうすごいね、やっぱすげえ、うん、すげえ。なんか本当に俺そのやり取りしてる中でこう、うん、まあ結構俺もねこの曲こうどっちかというと
こう抽象画みたいなさ、こう全体を書く歌詞を書いてるから、うん、そう、それを投げた時にジムサギさんがこう、あ、なんかこのテーマがすごくいい、良くて、で難解なんでちょっと咀嚼させてくださいって、うんうんうん、そこまでちゃんとしてくれて、でこの歌詞ができてるから、やっぱりなんかすごいよね、こうなんつったらいいんだろう、やっぱ咀嚼して出すってことはこう努力を積み重ねてる人なんだなと思って、やっぱり、うんうん、そう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 、だからそのなんかまあ勉強になるよね、こう、うん、その作詞する側としてはやっぱりこう他の人の歌詞を見るというのはすごく勉強になるなというね、うん、そうそうそう、さあいかがだったでしょうか、ナイトタイム、ちょっとつるって聞いていきましたけども、感想は、ね、はい、よかった、はい、通して実は裏話というか、はいはい、ちょっと一つあって、これね、これ絶対気づくっていうか、完全になんか当てつけみたいなとこもあるんだけど、ちょっと、うんうんうん、あの実は、うんうん、あのフューミニッツのサビのコード進行と、うん、オールナイトのコード進行って同じない、おい、実はこれが俺の中でどういう意味かっていうと、うんうんうん、あれその昼、うん、その夜真夜中のコード進行って昼のコード進行みたいな、そこがつながってるわけで、最初と最後で、なるほどね、そう、なるほどね、深いな、そう、そうだから最初の始まりのオールナイトの始まりの4つのコードがあるんだけど、うんうんうん、夜が始まるっていう切り替わりのタイミングだから、うんうんうん、まだあれなんて言うんだろう、深い夜には入る前の昼のコードみたいな、うんうん、ちょっと開けて、それが夜を一晩通して、でフューミニッツでまた昼に戻ってくる、また帰ってくるっていう、同じコードで帰ってくるっていう、うんうん、それを実はね、そういう話があるんですよ。あ、確かにキー一緒だわ、そうだ、そうなんですよ、コード進行も同じなんですよ。おお、これ実はリンにも話しなかった、そうだね、確かにそうじゃん、なんかあれじゃない、その夕暮れとさ朝日ってさ向きが違うだけでさ、そうそうそう、一緒じゃない、やっぱその風景、そうそうそう、だからアルバム通してね、すごい世界観が今回は出せたから、音でも出せたかなっていう、うわいいっすね、うん、いいっすね、これいいわ、最後にいい話聞けたわ、どうや、いや最高ですよいやーよかった、なんかこういろいろね、なんかこうやっぱ裏の話、裏の話というかね、俺制作者の話聞くのってなかなか機会ないじゃない、やっぱり、うん、そうね、だからこういうのできてよかったなと思うわ、うん、ね、おお、よかったよかった、今日解説聞いてよかったです、ありがとうございます、こちらこそ聞いていただけてよかったです、ね、ね、ちょっとコメントを拾っていきましょうか、うん、コンセプトアルバムとして完璧すぎる答えを実力で出してくる嬉しい、オールウェイズにオールウェイズに出してくれジロオールウェイズ完璧、いやーよかった、お話聞けてよかったです、ありがとうございます、いやでもなんかちょっとこれでね、リハイル弾みつけて一緒頑張っていこうって思ってるんでね、ありがとうございます、本当にね、ありがとうございます、皆さん、iTunes、そうだそうそう、 iTunes もね1位取れて、1位いただきまして本当にありがとうございます、いや本当になんかジャンル1位って結構取れないんで、めちゃめちゃびっくりして、俺もびっくりしたね本当に、うん、ってなったよね、なんか俺そうそう最初チェックしてなくて順位で、ハイレンちゃんがこう今現在21です、よろしくお願いしますってつぶやいてるの見て、わあそうだ、そうランキングあるわと思って見たら、うん、そのエレクトロンとこの写真が、あれこれ俺らのジャケじゃねえかそうそうそう、でいやね、そう、そう、俺の21位が、うんうん、あのアンドロイドの21位だったんだ、ね、あ、プラットフォームによって違うんだ、そう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 、じゃあなるほどね、全体で見たら普通に1位だったっていう、うんうんうん、
や、そうそう、だからそジャンルのとこを写真見て押したら、え、うん、なんか見たことある、そう、このジャケ見たことあんなみたいな。そうそうそう、このスタイルの配信またやってほしいな。なんかあれですよね、出すことにこんな長くなくてもいいからね、話してねやりたいですよね、うん、そうね、うん、ちょっと本当に見てくださった方遅くまでありがとうございます。ございました。うん、お、レンカちゃんがいらっしゃいます。ね、レンカさんの、おお実はね、そう、あ、そう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 、あ、ざっくりいいっすよ、ハイレンちゃん、まあ、まあ、うん、ざっくり告知ではない、告知ではない、そうそうそう、そのボーカルのアカペラデータを今回は全曲配信して、うん、配信っていうかサウンドクラウドっていうサイトのところからダウンロードするようになっていて、うんうんうん、そうなんですよ、リンの声のみのデータがそうそうそう、なんで手に入ってしまうと、しかもあのこれ業界的なワードになっちゃうんですけど、ドライですからねドライって言ってあのこうリバーブとかかけてない本当に素のデータローデータ、そう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 、あのエコー、あのみんなが言うエコーみたいなのかかってないやつだからエアデータ、いやこれを使ってね、みんななんかぜひ DJ の方とかは、あーもうぜひ本当にぜひもう、うん、ね、やるなり焼くなり、うん、好きにしてっていう、好きにしてぐちゃぐちゃにしてね、うん、いただけるとで、あのまあ、されたらあれだけど、うん、別に普通の方もね、あの環境がある方はダウンロードしてみて聞いてみても楽しいと思いますよ。なんかね、ボーカリストとかの方もね、こうやってミックスしてるんだよっていうか、あ、そう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 、こうやってコーラスはここがこうなってみたいなのもあって、うん、勉強にもなるかもしれないし、あともうあの ASMR バリの近さだから、マイクってやっぱりあ、はい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 、そう、そんぐらいにいますから、眠れるまでお話ししていきませんかってやつ出たあれもラジオだもんな、まあまあまあすごい曲作れないけどそうそう、別にそうそう、別にね大丈夫です、あの楽しみ方は、はい、それぞれなので聞いてもらえればね、うん、さあそれでは、まあ、また夜が来るので、ね、ナイトタイム聞いていただけるとですね、はい、リンからはそういう感じです。アイレンちゃんどうでしょうか。私からはそうですね、いいアルバムだよね、本当だよね、本当に、うん、ぜひ100万回聞けお前らぜひぜひ100万回聞けっていうね、あの矛盾がこの一文の中で起こる、いいいい感じですけど、100万回ダウンロードしろ、100万回聞いた猫っていうじゃあまあ今後の僕たちの活動もぜひ見ていただけると、そうですね、うん、なんか嬉しいですね、なんか歌詞の解説じゃないけどね、あ、そう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 、まあ、あのこれもあの別に告知じゃないんですけど、こう1週間経ったあたりからちょっと1曲ずつツイッターで文章というかね、その小話、またそれも小話みたいのをちょっと投下していこうかなと思うので、ぜひぜひ聞きながら、うん、はい、うん、僕の方もねトラック作ったので、まあトラックの解説じゃないけどね、あ、ぜひねやってくださいよ、動画でやろうかなみたいな、うん、まあみんなナイトレイのあそことか気になってると思うそう、あそこすごいから、そう、あそこすごいことになってるから、そう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 、うん、ぜひ、まあ多分生放送でやるのかな俺の場合は、あ、じゃあまた告知がねされると思うんで、そちらもチェックしてみてください、ぜひ、うん、ちょ、いい夜になったな、な、うん、ありがとうございます皆さん、ありがとうございます、じゃあこの辺で、うん、失礼いたします、ね、ライブで、まあ、会える日を楽しみにして、そうだね、うん、ライブやりたいね、やりたいやりたい、そうそうそう、それでは皆さん良い夜を、良い夜を、さよなら、バイバイ、さよなら、あ、手振っちゃった、さよなら俺も振っちゃった、バイバイ